私は日本で唯一の子犬甘噛み専門のドッグトレーナーです。でなぜ私が子犬甘噛み専門のドッグトレーナーになったかというと、子犬の甘噛みって遊びでじゃれて噛んでくるんですね。それもワンちゃん同士で噛み合って遊ぶのが普通なんだけれども、飼い主さんにもやってしまうので大変になるんですけども、正しい対処を早うちにしないと子犬の歯でも大変なのに、永久歯になったらもう本当に手に負えなくなっちゃう。もう子犬の永久歯になる前でも血だらけ傷だらけになっちゃうんですね。なので正しい対処法をしないでひどくなっちゃって、もうこんな子いらない、愛情がなくなって愛護センターに持ち込み、この子を、殺処分していいですっていう書面にサインをして不幸な結果になってしまうので、そんな不幸な殺処分をなくして、ワンちゃんも楽しく仲良く暮らせるサポートをしたいと思って、子犬の甘噛み専門のドッグトレーナーになりました。はい、唯一なんです、ね、はい。平日は犬の保育園で、土日にしつけ方教室、飼い主さんとワンちゃんが一緒に通って学んでいただくしつけ方教室をやっています。限定でドッグホテルもやってます。一日の流れはお散歩1回、遊ぶ時間2回ぐらいで、あと個々のトレーニング で夕方からお迎えの飼い主さんが始まって、お迎え時に今日やったことを動画解説してお家でできるようにしてるんですけども、なのでワンちゃんの社会性を育てて、いろいろトレーニングできることを増やしていく、頭と普段使わない筋力使って脳トレ効果、すなわち老化予防っていう大きな目的もあって、実用的でないことも含めていろんなことを教えてます。実は満員でいっぱいになったところで6、7頭、だいたい少ない時で頭数が偏っちゃう時もあるので、4頭とかの日もたまにあるんだけども、まあ、平均6、7頭になってます。保育園に関してはやっぱり遠いと通えないので、最低が週2回6ヶ月のコースなので、近隣ですね、同じ区か車で片道30分以内のところとか、たまに鎌倉とかちょっと1時間くらい近く片道かかるところからも来てくださってる方いるんですけども、多くがもう近所、保育園に関してはそうなりますね。しつけ方教室は週1回とかなので、もっと遠くても来てくださるんですけども、同じです。飼い主さんがやるか私がやるかの違いです。パピークラスに関しては週1回だけど、成犬クラスは人それぞれで隔週とか、あと結構長くやってる方は月1回で継続してやってくださってる方もいたりして、それぞれのペースですね。私1人なのでワンクラス3頭まででやってます。あ、そうなんです、うん、固定にはしてなくて、可能なお時間帯をいただいて、皆さんが参加できる日時で調整していくスタイルです。はい、ありがとうございます。パピークラスの問い合わせが急増しだして、なんだなんだってなったんだけども、それがコロナの影響だったんですね。どうやらペット業界でコロナを逆手にとって、通常よりも高額で犬を販売するっていう事態が起きているらしくって、消費者側もステイホーム
になって、いい機会で捉えて犬を飼う人急増したんですね。パピークラスが去年の6月以降半年間くらいの期間はいっぱいでした。通常土日で2クラスくらいなのが4クラスとかになったので3倍くらいに増えましたね、パピークラスのお申し込みは。簡潔に話すと、殺処分をなくしたいという思いからですね、それはずっとなんとなくあったんですけども、ティーンエイジャーの頃から、で夢に敗れてですね、初めて目標がなくなった時があったんです。心に穴がぽっかりできた時期があって、ある時、私はこれだけ動物を愛してるんだから、動物、その殺処分される犬、猫ちゃんもなんだけども、動物をなくしていくために、その動物のために命の時間を使っていくのが使命だとドッグトレーナーになりました。横浜市の泉区っていうところで住んでて、家で保育園としつけ方教室もやってるんですけども、一緒に住んでる家族はパートナーとワンちゃん、14歳の会犬ミックスのナナちゃんと、会犬のナナちゃんも保護犬なんですけども、あと保護猫ちゃん2頭の3頭です。血縁関係という意味の家族では、ちなみにお父さんお母さん両親と弟と妹の5人家族です。5時くらいに起きてお風呂入って、7時くらいから平日は保育園が始まって、ご来店のお預かりがそのくらいにあるので、保育園が最後の送迎まで終わるのが早くて19時くらい、遅い時22時くらいで、それからうちのナナちゃんのお散歩行って、猫ちゃんのトイレの掃除とかいろいろお世話をして、事務的な仕事をやったりとか、メール対応とか生徒さんからの LINE の、 その質問の対応とかして、寝落ちしなければ2時とかそのくらいにご飯食べて寝ます大きな動物好きですね、ライオンとかトラとか。動物園の飼育員になりたかった時もありました。はい、大学出てすぐに貿易事務をやっていて、その後結構会社は転々としたんですけども、最後一番長くいた会社は外資系の通信関係の会社に10年ちょっといました。セールスサポート的な、バックオフィス的なことをやってました。趣味はね、いっぱいあるんですけど、私は大好きなアーティストがいるので、ライブとリリースイベントに行くのが、それがもう楽しみでやってます今ね、このコロナなんで、やっとちらほらライブが始まってきたところなんですけども、また緊急事態宣言出ちゃったので、またなくなっちゃうかもしれないっていう感じです。はい好きな食べ物、栗とシュークリームです嫌いな食べ物、ホヤですかねはい、あれだけは有言実行、はい、承認することですかねありがとうございました。 YouTube をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではワンちゃんを叱らずに楽しく仲良く暮らすための方法や考え方をお伝えしています。興味のある方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。